あなたの心に火を灯す東洋思想及び神道研究家の羽賀ひかるです今回はお盆にすると良いお墓参りについてお話をさせていただきます最初に一つお知らせです私の最新刊出会いの教科書ただいま全国書店にて展開していただいておりますこの本の第一章が本当の幸せとは何かと いいうことについて書いてるんですがそのポイントについて一つお伝えすると幸せな瞬間それは深い呼吸です息が深い時それが本当の幸せ呼吸が浅い幸せっていうのは一時の高揚感とか満足感を得ることはできてもそれは一時のもので呼吸が浅いするとどうなるか不安が訪れたり 恐怖が訪れたり後悔が訪れたりする本当の幸せとは深い呼吸とセットであるということではどうすればよいのかどうすれば本当の幸せを得ることができるのかそれをこの本に書かせて頂い,いておりますが今回のテーマとも実は関係することでございます私たちは人生で誰かと出会ったり仕事をしたり 趣味をやったり、家事をしたり、そして最終的には亡くなっていく。そういった人生で起こる現象や出来事っていうのは、その裏側に意識の世界があるということです。で、その意識の世界っていうのが実はご先祖様とつながっている。だからご先祖様がいらっしゃるお墓参りをしたり。 もしくは仏壇を祀ることによって今生きている私たちの人生は良くなるということそれを信じている日本人は多いと思いますこれはお墓参りとかもしくは仏壇を祀るこれは仏教の習慣であるというふうに思われがちなんですが違いますこれは神道です 仏教の中に先祖供養をしようという考え方ありません。どちらかというとこれは中国の儒教や道教にあたります。で、儒教や道教がやってきたから先祖供養が始まったのかというと別にそうでもなく儒教、道教がやってくる前、縄文の時代から日本にはご先祖様を祀る。それによって 残された私たちの人生がより良くなる。そういった思想であったり、精神というものがあったと思われますで。特にご先祖様がこの世に帰ってくる。この世とあの世がつながりやすくなる時期があると考えられていて、それが今でいうところの8月のお盆の時期でございます。でこのお盆の時期が日本の 終戦記念日とととといいいいうこころと重ななっているこれも偶然ではないと思いますそう終戦記念日に日本のために戦った英霊たちを祭る、まあ、それは一種の先祖供養というふうに考えますではなぜお盆は始まったのかそしてお盆のお墓参りはどのようにすると良いのかということについてお伝えします なんで,でお盆というかと言いますとこれは中国から伝わってきた裏盆絵へというものですでこの裏盆絵へというものが一体どこの言葉から来ているかというとこれはインドなんですねサンスクリット語でウランバナという言葉があるでこのウランバナっていうのがどういう意味を持つのかということには諸説ございますただ数説 一番多く広まっているのが、浦花っていう言葉の意味合いが、逆さ釣りなんです。で、なんでこれ逆さ釣りになったかっていうと、このお盆のことについて書いてる裏盆絵、裏盆経というものがございまして、ここの中に書かれているのが、お釈迦様のお弟子様に、目連尊者、モッガラーナという方がいました。で、ある時、自分のお母さんが、地獄で、 逆さづりの刑にあって苦しんでるというビジョンを見るわけなんですね。でこの木蓮尊者はお釈迦様のお弟子様の中でも飛び抜けた神通力を持ってるお釈迦様のお弟子様の中でも最も高い悟りを得ているという話もあるぐらいすごい聖者なんですが自分の霊力を持ってお母さんを救おうとしたしかし救えなかったどうしたらいいですかということをお釈迦様に聞いたら 自分のご先祖様だけを救おうとするんじゃなくて多くの人の幸せに貢献しなさい徳を積むことによってお母様も救われるよということをお釈迦様が説いたで特にそういった多くの人を救うことによって自分のご先祖様も救われやすくなるそれが旧暦でいうところの7月15日であったといったようなことが中国に伝わる裏本教というものに書かれております で、モカラーナ、モクレウソン尊者のお母さんが、えー、逆さづりにされてたというところから、それがまあ、ウランバナっていう言葉なんじゃないのかというふうな話なんですが、そうこのウラン教というものが日本に伝わってきた。で、初めて日本におけるこの儀式が行われたのが、大化の改新の後、657年、最明天皇という天皇の時に、儀式が行われたという伝承が残っております。 で、ここから、まあ、お盆が始まったってことなんですが、これ別に、中国から、この裏盆教というものが伝わる前から、そういった日本の先祖供養の習慣というものがあった。で、これ、神道の言葉で言うと、鎮魂と言います。つまりは、死者の霊を鎮めるということ。で、これはもっと山と言葉的に言いますと、玉鎮めと言います。で、縄文の時代から、お墓というものはあったということなんですが、 今のような墓石の形になりだしたのが実は江戸時代からですでこの時代はその将軍様とか武将とか特別な人間だけがそういった石造りの塔を建てるという習慣があって一般庶民まで今のような形の墓地というものはなかったんですねでこれがバーッと広まるようになっていったのが明治時代からつまり最近なんですよねで 先祖供養をちゃんとすることによって残された私たちは幸せに発展していく。これね、どっちかっていうと庶民に白く広まるっていうのは中国の世界では陰宅風水といって帝王学です。つまりは王様たちがやっていたことだと考えます。で、陽宅風水っていうのが仮想、つまりは家をそうやって風水で整えていくということなんですが、 お墓も同時に重要で、お墓を整えることによって残された人たちも幸せになってきますよっていう考え方ということなんです。で、ここからね、実際にお墓参りすることによって人生が良くなったという事例が多くございます。でね、最近の私の知り合いの事例で言いますと、いや、これね、それだけで絶対人生全部良くなるとか、そうではなかったりするんですけど、例えば、お子様が どうもも引きこもりがちであるとで学校でこう発達障害と言われたりだとか、まあ、そういったことで悩まれてるお母さんがいたんですねでパッと見てやっぱりこれねご先祖さんの影響だなってことが分かる場合があるでちゃんとお墓参りした方がいいですよということをお伝えしてそういったことをするようにしたらずーっと引きこもっていてなかなか学校にこだわなかった子どもがすごいこう勉強するようになってる。 学校も通うようになって、成績がすごく上がっていったというお子さんがいらっしゃったりしました。で、他にも例えば、アルチューと、なかなかお酒やめれないという方がいた。で、お墓参りをしっかりするようにしたら、アルチュー良くなりましたとか。でね、なんでアルチューになるかっていうと、ご先祖様的影響があって、簡単に言うと、お酒飲み足りてない。 もっともっと飲みたいっていうご先祖様がいて、そこに感応して自分も飲みたい飲みたいってなるわけなんですね。つまりそういったご先祖様の例が玉沈め、沈まれば生きてる人たちの人生とか意識も変わってくるということです。<music> ということで、お墓参りするといいで。特にこの先祖の影響を受けやすくなるタイミングっていうのが8月とか9月ぐらいっていうのは強いわけなんですね。で、 お墓参りしましょうということをお伝えしているんですが、お墓参りのポイントについてお伝えさせていただきますで。これはもう供養の方法として、いろんな宗教で言われているところのポイントで、宗派によって若干違いますが、共通項を挙げるとこういうことが大事になってくる。で、なぜこれらが大事なのかというところをお伝えします。まずは、お線香宅。ね。これは、火のエネルギーであったり、煙のエネルギーによって、そのお墓の空間を浄化する。 それによって、ご先祖様に喜んでいただくという意味合いがございます。お花。これも生命エネルギーですね。お花を捧げることによって、ご先祖様にエネルギーを届ける。これは、ろうそくの炎を捧げる。これも火のエネルギーでございます。そうすることによって、ご先祖様に火のエネルギーを届ける。あとは、清らかな水を捧げる。あとは、ご飯を 捧げるということなんですが、ポイントを言いますと、食べれる状態にしてください。で、あの、例えば、おそうめんとかを乾麺の状態でボンとこう、捧げたりする方いらっしゃるんですが、正解は、ちゃんと茹でて捧げるです。で、お墓参りするときにわざわざ茹でたそうめん持っていくことはできないので、できれば、食べれるような形で捧げて、ご先祖様へのご挨拶が終わったら、それは、 ご先祖様にも召し上がっていただいたものだと思って捨てるという形を推奨しております。で、なんでかっていうとこれもやっぱりエネルギーなんですね。で、ちゃんとそうやって捧げたエネルギーっていうのはあの世に持って帰れる。だからそれを捧げるようなつもりでお供えするということでございます。で、何でも大丈夫です。コンビニのおにぎりだとか、もしくは理想的には家でちゃんとご飯を炊いておむすび握って持って行ってそれを捧げると。 いう形が理想的であります。それをこうエネルギーとしてお墓で捧げて、もうあとはそれご先祖様に召し上がってもらったと思って捨てるという形にするのがおすすめしております。要は食べれるものをちゃんと捧げて、もうそれは召し上がっていただきましたっていう意識が重要ということなんです。ね。こういったものを捧げる。これ全部エネルギーです。ね。煙もお花もろうそくの炎も清らかな水も食事も。 それをこうエネルギーとして天に届けるご先祖様に届けるということですちょっとね注意していただきたいのが半夜診療唱えすぎる方はいらっしゃいますが唱えすぎることをお勧めしませんなんでかっていうとこれ半夜心経のエネルギーっていう浄化のエネルギーに引き寄せられるようにしていろんなご先祖さんが助けてくれ助けてくれってちょっと寄ってきやすいですでねじゃあどうやってお祈りしたらいいんですかっていうことなんですが普通に ご挨拶するのがいいです。日本語で。自分の言葉で。で、ご挨拶するときのポイントは、ご先祖様、私は、これから、世のため、人のため、多くの人のために生きてきます。多くの徳を積んでいきます。人様の幸せに貢献していきます。そしてそのために、成長させていただきます。だからどうか、良き力を貸してください。ということを、自分の言葉でお祈りするということをお勧めしております。 で、一通りご挨拶が終わったらありがとうございましたという形でお祈りするというのがお盆にお勧めしている方法でございます。はい。冒頭で紹介させてもらったこの出会いの教科書なんですが、ご先祖様、お墓参りというものにも関わってきます。なぜかっていうと、ご縁がある人っていうのはご先祖さん同士仲良かったとか、もしくはご先祖さんが実はどっかで繋がっているとか、そういう方が ご縁がある方でございます。なので、これね、本当に運命を変えるような良き出会いを果たすためにも、お墓参りということをしていただくっていうのはおすすめですし、まあ、人間ね、この血の中に眠ってる私たちの血液、この体、そしてこの背中には、ご先祖様がいらっしゃる。で、そのご先祖様が自分たちの人生を導いてくださってるんだっていうふうな感謝の気持ちが重要です。なので、 お墓参りをするときに一つやっぱ重要なポイントっていうのはご先祖様ありがとうございます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 っていうふうにして感謝の祈りを捧げるっていうことが最も重要なポイントの一つだと思いますそうすることによってご先祖様も魂詰めされる例えばご先祖様の中にも地獄に落ちたご先祖さんとか今苦しんでいらっしゃる方もいらっしゃったりするでも私たちが そういった感謝の気持ちとか良き祈りを捧げることによってご先祖様もスッと静まるということがあると思いますはいでちょっと最後ね戦前なんですけどお盆に関してお墓参りする時こんなお祈りであったらいいよっていう祈りの言葉についてお伝えしております北極流私が師匠から教わった偏属用の方法についてお伝えしているそれ拝杯というものがございますでこれそれイっていうのが日本における神道における 供養というよりかは、ご先祖様を神様として祀まつる神道式でございます。神道の形でございます。このソ連杯ということをお勧めしておりますので、もしご興味ある方は詳細欄の方にリンクを貼っておきますので、チェックしていただけたらと思います。ちなみに時期に関しては確かにお盆の時期がいいんですが、別に8月とか9月とかタイミングが合う時でも構いません。お墓参りをすることによって、あなたの人生を開運していってください。それは 日本国の開運、日本がより良くなるということにもつながってくると思います。あなたの開運をお祈りしております。はがひかるでした